ございます、キャピキャピー。私ね、こう見えてもね、政治に興味があるの。枝野さんをカピパラってあだ名をつけたのは私が一番最初だったのよ。さあ、今日も新聞を読んじゃおう。今日の政治はどうかなって。お、なんと熊本日日新聞29面暮らしプラスに輪島式仏壇店の広告が載ってるわ。とても小さいけど、とてもお得よ。ちなみにね、隣の興奮機の宣伝じゃないのよ。はい、輪島式仏壇店、これはとてもお得。小池さんにも教えてあげなくちゃ。さあ、おはようございます。寒いですですね、10月の26日木曜日、さあ今日広告が入りました。一発ですね、かましたいと思います。何をかましてるのかようわかりませんが、一つ皆様、一つですね、夜7時まで営業しております。電話も24時間受付、一応頑張りますのでよろしくお願いします。ではいつものお約束、今日も元気に営業中。しかし寒かな、これよう見たら夏服じゃん。